こんにちは、シュウです。今回は結城真琴&オルフェイス使って運命の三振やっていきたいなと思います。リーダースキルが火、水、光、同時攻撃、軽減、攻撃5倍、6コンボ以上攻撃回復3倍で、この軽減率がね 35% じゃなくて 25% なんだよ。まあそれでもね全然悪くないと思う。まあ理想はね35だったんだけど。で、継承が同じペルソナのこの属性吸収無効にするやつで、なる神 U に暗闇3つで、おでドライやつ、なんかいつもおでドライやつついてんね。で、ヘスティアニシンで、銀蝶毒3つで、フレンドがウルカだね。はい、やってきます。これさっき闘技場3やったんだよ。で、闘技場3なら普通に勝ってたんだよね。なんでちょっとあんまやりたくないんだけど、運命の三振行こうかなと思ってやります。運命の三振ね、ギミックが多すぎてあんまり正直あれなんですよね。なんだけどちょっとあんま文句ばっかり言ってもね怒られるんで、なんかここ難しいっていうより本当にギミックのオンパレードがやばいよね。ちょ待って、手がやべえな。1,2,3,4,5,6 でいけるかな。できたらあ、いいね。で、今回なんだけど、一応ねこの結城真琴&オルフェイスがスキルチャージ持ってんだよ。なんで前職入れようかなと思って、一応前職ある編成にしてるけど、別に前職なくてもよかったのかもね。水ください。あ、いただきました、ありがとうございます。組の組の、あ、いいね、悪くない悪くない。あー、ちょっと熱い。はい、1,2,3。あー、さっきねポテチ食べてました。ポテチ薄塩、ポテチって何味一番人気なんだろうね。結構どれも好き。やっぱなんかコンソメなのかな、客観的にコンソメが人気かなと思うけど、別にそう。待って、これ死ね、いや死なないはず。オッケー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 、危ねー。あー、使おうか。で、お願いします。あー、すげえ、ロック返しなんだもんね、激アツ。あ、しかもブレス、まあ、ブレスはそんなに今んとこめっちゃブレスがいいっていう場面が見当たらない。ちょ待って、座る体勢が良くないの。ちょ待ってね。 OK、 完璧、いけるかな。で、火欠損か。意外と軽減ないとねやられることが多いと思う。3万5000だからね。雪まこと&オルフェイス使うか。いやー、まあ色ないよね、さっきは運良かった。どうしよう、軽減だけ貼っとこうか。火、水、いやー、どうなんだろう、これこんなことしない方がいいのかな、ちょっとわかんねえや。とりあえずこれで欠損しちゃうよね、これだと。ただ軽減は貼りたい。オッケー、ナイス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 。あ、軽減なくてもここら辺序盤なら耐えれんのかな。本当はね裏闘技場もやりたかったんだけど、35% じゃないときついんじゃないかなと思ってんだよね、軽減率が。25で勝てんのかな。まあ、勝ってる人はもしかしたらいいのかもしれないけど、私はあんま勝てる気しないんで、ちょっと運命の三振で。で、この強さなんだけど、別に普通なんじゃないかな。うわ、こいつやらしいな。闘技場3やってた時はね、うわ、めっちゃ強えじゃんと思ってたんだけど、なんか運命の三振やってみると、あ、実はこれ何回か取り直してて、なんか別に普通かなっていう感じがある。弱くもないと思うんだけどね、本当に普通。いやー、なんか喉痛えな、風だな風。はい、で、そこに火1点待ち、いや2点待ちだな、いや1点待ちか、まあどっちもいいよ。いや、あー、来ねえか。こいつ意外と硬いんだよね、硬くていけるかな。今は耐え忍ぶとき。いけます。組の組の組の、どうです、ダメかな。でも光にセット、このパーティーだと銀杏と結城真琴は、うわー、すげえ、勝って、銀杏使おうか、色欠損してるもんね。このパーティーだと結城真琴&オールフェイスがと銀杏が7コンボ強化2つ持ちかな。なんでどっちの方が火力出んのかあんま分かんないけど、はい、で、これ倒せるかな、倒せないんじゃないかな、まあ、一応銀杏張ってるから多分耐えれると。あー、でもこれ倒したね、打ち込みがすごい。 OK、 順調順調。お、いいね、キングヒカタ。いやー、最近ね、プラスを集めないといけなくて、プラス。今、西方の夜空みたいに来てるじゃないですか。あれやりたいんだけどね。結構、このペルソナコラボの、なんだっけ、ダンジョンで落ちるやつかな。まだダンジョン一回もやってないんだけど、給食確定時に出すやつ。あいつ、すごい作りたくて。わ、これね、毒マシでね、これ前も動画で言ったんだけど、これ、パズドラレーダーだと、この毒防げるらしいね、毒耐性で。パズドラレーダーほとんどやんないんで分かんないんだけど、その使用欲しいな、こっち側にも。いや、そしたら毒耐性が強すぎってなっちゃうのかな。
いいんじゃないかな。OK。あ、意外と欠損しないね。3色だしね。OK。で、そうなんです。これ、尻尾叩きつけ攻撃が、結城誠&、じゃねえや、鳴上優&イザナギに溜まると嫌なんだよな。でも、あと1ターンで溜まっちゃうな、尻尾叩きつけ攻撃。結構、このパーティーだとね、尻尾叩きつけ攻撃はそんなに相性良くないから。どっかで使いたいけど溜まっちゃうな。これ闇生成しちゃうんだよ。次で使う？じゃあ、鳴上優さん使うとね、欠損しちゃうんだよね。いいか。このまま行きます。このまま行こう。で、そろそろあいつ出んじゃない？ルシャナ。ルシャナってどこの回なんだろう？はい。1、2、3、4、5。当てっこ！オッケー、ナイス。いや、でも倍率出せたら普通に。いや、でも、どうなんだろう。正直多分、好んでっていうか、使わないと思うな。この動画で使って、サブとしてならワンチャンあるかもしれないけど、リーダーとしては、1個、2個、1個、2個。はい。多分消えてるはず。いや、これ水木みたいけど、そんな余裕ないな。多分消えてる。消えてるよね。これ大ダメ来るからね、消せてないと。オッケー、ナイス。ちょっとこの暗闇じゃねえ、雲ね、なくなるまで安心ができない。いいね、めちゃめちゃいい盤面。はい。で、火力的には問題ないのかな。一応15倍の225倍出てるんで、イデアルとかも全然ありなのかな。あ、こいつあれだ、盤面いじってくる。回復5個。オッケー。イデアル、もうイデアル実際強すぎるよね、あの子。化け物だよ。いいんじゃない？ちょっと光温存で。いいね、光温存したかやった。これでけえな。でも火欠損か。火の欠損。フェスティアはね、色と追撃枠で入れたんだけど。どうしましょう。確か右が毒作ってくるな。これ UK マコト&オールフェイス使っ、一回普通に行こう。一回普通に行きます。で、毒邪魔くせえな。お願いします。ちょっと落ち込んで色気まで多分無理だと思うけど。で、右側が絶対か分かんないけど攻撃がしてこないはず。絶対なのかな。あぶねえ、強っ。お前、うわ、しかもやっざ、うわ、色あるな。いえ、色ある。おでります。おでってこう。おでって。で、あ、で、回復の突き足がこのヘスティアで結構でかいのか。それなら、これでいいんじゃない？欠損してないよね。オッケー。なんかちゃんとバリンってなるまで心配だ。で、これで左倒して右削ってのループなんで、ちょっといいところでまだ早送りします。倒せそうなんだけど、欠損してんだよね。どうしよう。どうしよう。いやー、ちょっとでも銀杖もったいないな、ここ。ここ。これ、俺さ、右倒せると思うんだ。右倒したら、左生き返らせるみたいな行動あんのかな。いや、でも、これどうなんだろう。ちょっとやってみたいっていうのもあって、やってみます。光落ち込んくれば、まあ、それはそれで。あ、来た。これ、右、これ、蘇らせんのって、どうなんだろうね。どっちも蘇らせる効果あんのかな。うわー、てか毒残ってるし。くっそ。ゆきまこと&オールフェイス使います。で、5個お願いします。回復5個。くー、まあしょうがないね。で、銀杖使おうか。無難に行こう。 OK。 いや、これ軽減ないと本当に怖くてさ、やられんじゃないかなと思ってる。余裕でワンパン的に、ワンパン的にワンパンやられんじゃないかなと思って、結構怖いんだよね。 OK、 いいね、7コンボ。あー、しかもスキルチャージも入ってる。で、この次だな、ルシャナの恐れがある回が。あ、でも1、2、3、4、5、6、惜しい。あ、9個ある。うわ、出ねえのかよ。9個あればね、この子でいけたんだけど。どうしよう、色外してみる。意外と削れたりしない。いや、それか、
ちょ待ってね、この倍率でいけない。落ち込んくんな、落ち込んくんな。25倍、 OK、 ナイス。じゃ、いい削りだ、いい削りだけど、もう一回できるかって言われたら難しいな。ちょ待ってね、ここめんどくせえな、耐久すんの。で、回復にお告げしは入れよう。いや、で、闇は、いや、闇、これ、どうやって外せんだ、こうか。止まれ。いやー、ちょっとダメですね。ちょっと、やっぱカットしよう。で、ちょっとやばいかもしんない。これ、吸収切れるタイミングで大ダメがあるんだけど、耐えれるかな、この HP で。パーティーによっては全然耐えれんだけど、このパーティーで耐えれんのか。頼む、耐えて、耐えて、お願いします。いや、これ、やばいな、耐えれないと。これは普通に耐えるための全力パズル。お願い。ああ、余裕だ。余裕で、もうないけど。ヘスティア使うか。ヘスティアシーンだったんだけどな。いや、でもここヘスティアしか選択肢ないよね。てか、毒走ってほしかったな。うん、で、ヘスティアの陣は別に、そんなにいい陣ではないんだね。相性的には良くないけど。まあ、でも耐え切れたの結構でかいな。はい。どうだろう、欠損してるけど倍率でいけないかな。あ、落ち込んねえのか。危ねえ、危ねえ、大ダメあんのかと思った。これの繰り返しなんだね、きっと。この10ターン後に大ダメで、あとはヒューみたいな。 OK、 いいんじゃない。結構時間かかったけど、いい感じにね、スキルダメもできたって言おうと思ったけど、結構遅延があって、あんまりスキルダメはできてないんだけどな。で、欠損してない。あ、もう15回だ。割と後半まで来てる。サクヤは普通に回復5個あるんで落とします。これ一旦ぐらいね、スキルダメしたいんだけど、確かサクヤ割とダメージでかかった気がする。あの、連続攻撃のダダダダダが割とあったんだよね。はい。OK。いや、でも順調だな、順調。で、欠損いらないよ、欠損。OK、ナイス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 、ベラホーナイス。いいね、現状も溜まって。いやー、でもヘスティアのシーン使わされたのでかいな。ヘスティアシーン継承してたんだよ。いけるかな。で、これ確か先生あったはず。そうだね。たまにこの先生で負けた動画の記憶があった気もなくもないんですけど。は、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 オッケー。やべ、集中してる、集中。エンハウスなくていけるかな、ドラゴン戦。そこだけがちょっと心配。うん。で、なんだっけ、17回。もう全然覚えてねえや。お、いいじゃん、光作れる。これありがたいね。これルーレット待つのもいいんだけど、めんどくさいんだよね。変わったらいきます。その右下に光になったら。はい、光いただきました。光いただいて、はい。お、結構完璧だね、完璧。うまい。この組み方だね。お、しか水落とし。狙って、いや、狙ったってことにしとこう。狙いました。で、このルーレット邪魔なんだけど、これ欠損とかって考えると、まあ、たまーにありだよね。たまーにあり。まあ、基本邪魔くさいんだけど。ねえ。うわ、くっそ、こいつらか。よいしょ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 。いやー、そうか。変わんのか、ルーレットで。どうしようかなー。OK、ナイス。1、2、3、4、5、6、7。いける?いや、無理な気がする。頼む。いや、いいね。1体でも落とせたのでかい。さっきの感じだと軽減貼んないと余裕でやられるね。軽減貼ろう。火いただこうか。火いただいて。OK。で、確実に軽減だね。軽減は絶対貼ろう。絶対。危ねえ。今、回復組めてなかったとこだった。危ねえ。ギリ落とせた。で、さっきオデドラが言ってたのか。なんで今回もオデドラが言ってくれるかもしれない。ああ、すげえ。水で言ってる。もう言ってることが全然違う。いやー、指奪ってくんのか。3秒だっけ ?3 秒って結構だよね。どれぐらい指なんだろう。あー、そう。よいしょ。いやー、でも結構3秒短いかもしんないな。割と、今は結構ギリギリだった。うん。あー、毒落ちてこねえと思ったけど、別にこいつ毒作るわけじゃないもんね。なんかもう毒が落ちてたな。で、水欠損。くー、こいつわかんねえ。うわー、どうだろう。指的にもきつい。これ耐えれんのかな、一回か。ゆきまことアンドオールフェイス使います。頼む。回復5個、回復5個。くそ、下手くそ。
こうやって言葉を悪くしちゃうとダメなんですよね。でとりあえず軽減だけ貼っとこうか。軽減だけ貼って一回ターン稼いで、で銀地をかな、銀地を使おう。で回復5個お願いします。いやうまい、君は陣がうまい。まあ色のあれもあれだもんね。いや待って、下手くそ 1,2,3,4,5 ほっよく、まあ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 、色はあるよ、色はある。なるほど、この指奪い本当にきついな。はいはいはい、 1,2,3,4,5,6,7 からの、あぶねえ、なんか最終章みたいにやってきやがった。これ死ぬ。ただ使えるスキル自分のがあれなんだよね、もうきつ。頼む、ちょっと水、いやちょっと LC になった。オッケー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 じゃねえけど、きたー。何がきたかっていうと、おでドラの威圧たまった。これでかい、これでかい、威圧でかい。いいね、あぶんね、あぶね、これで指も解消されて、よし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 。でここ1コンボとかで突破したいんだけど、次先生あったかな。うわこれ色温存したいけど覚えてねえや、先生あったか。もう全力でいいや、とりあえず色温存とかがベストなんだけど分かんないんで全力で消します。でもなかった気もするんだけどね。これ椿とかでしょ、椿じゃねえ、楓とかスミレだった気がする。光1個温存、色クッキー、水欠損です、水欠損。あ、これいいんじゃない、水落ちやすくなるんじゃないかな、多分街作る。いや落ちてこねえのかお前、水、お前水の癖して水落ちてこねえのか。あ待って、これやべえな。あでも次あれたまる、銀地を確定で水ないもんね。これどんなに頑張ってもダメなんですよ。だからもうこれでいいや。頼む、耐えて耐えて、よしで銀地を使ってオッケーオッケー、でかい。いやさっきのおでドラの威圧たまったのが神だな。おでドラの威圧ってね本当にいつもついてんだけどね、あんまりそんな使う場面が、まあ、あるか。落ち込ん1個、まあいいんじゃない。あで回復倍率かかってんだもんね、忘れてた。でこっからだな、どうしよう。一応マキナにあれがついてんだよ、向こうダメージ向こうみたいな、あの属性吸収向こうかついてるんだけど、どのタイミングで使おう。もう使ってもいいのかもしんないね。これキーのでダメージもらいの、おこれ熱いな、色マジでこれ激熱で使おう。属性吸収向こう使います。なんだかんだペルソナのキャラ使ってるな私今回は。割とパーティーに継承も含めて3体いるからね。いいんじゃない。でディアラの先生は多分耐えれんじゃないかな、こんだけ HP あれば。ディアラ先生してくんだよね。オッケーうわ出た、待ってこいつダメなんだって、こいつくそくそ。水が何個だ、何番目だ、火が1番目2番目じゃあ8番面だ、8、確か8コンボ吸収で9コンボしないとダメなんだよね。なんでどうしても1コンボ分が運ゲーになっちゃう、どうしよう。いや1コンボ分運ゲーなら来る可能性、いや分かった、みんな分かった、ちょ待って、ちょっと早送りするよ。こうしてこうしてこうで、これ一見何やってるかって思うじゃないですか、何やってるかって思うじゃないですか。全然いいの、これでいいんだよ、これでこうします、完璧、これでゼロコンボします。でこれ使うんだよ、これ
いや、まさかここで活躍するとね、これで10番目きたー、激アツ。今うまかったね、今超うまかったんじゃない、ちょうまいよーってコメントしなくていいです。いや、来たね、来た。いや、これ今私の作戦だね。うわ、うまっ、今のうまいわ。で、これでいい、すげえ、オッケー。さあ、無効貫通どうやって組むかだな。これ光貯めたいんですけど、光貯めようと思うと光残せないんだよね、軽減貼れないから。ちょ、日本語下手くそだな。なんで光は消して軽減貼んないと多分耐えれないんだよ。なんで無効貫通の光、いやでも、いや、このスキル取っといてよかったな。じゃないと運ゲーを、運ゲーじゃなくした。うわ、来た来た。いや、非欠損か。くぅ、待って、どうしよう。ロック解除あるんだよ。いや、これ火あれば、12345678123456123456、8個だわ。これ使おう。ロック解除からの、おっ、123456、うわ、惜しい惜しい惜しいな。あと1個光あれば完璧だったな。ここどうすればいいんだろう。これヘッポコンボしちゃうと次色呼べなくて、軽減貼れなくて負けると思うんだよ。なんでそう考えるとやっぱ全力コンボってなっちゃうよね。ちょ待って、こいつ、どうしよう。何が正しいのか分かんねえや。ちょっと光を、いや、いいか、光温存して色欠損したらダメだもんね。うん、止まれ止まれ止まれ。ああ、もう、いやー、ちょ、だだ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